予算と戦ってるようで予算は強い。予算はめっちゃ強いから負けたくないんだ。でも予算昨日ね、一瞬で枠やって一瞬で1位になったからね。予算お前60日後しつこいブロックね。お前も1ヶ月解放しませんから、今回は1ヶ月解放しません。悪いけど、悪いけど、ラーメン、ラーメン、あ、皆さんナイスもお願いします。ラーメン、そう、なんかよっさんすごい応援されてるみたいな、配信者さんから。あとなんかロビさんの爆投げで一瞬で1位になったって聞いてた。いいな、愛されてるよっさん、ありがとう。お前くんもやるの？あー、なんてか分かった。私もうすぐ生理だわ。6月の6日で生理になるわ。そうなの、生理前だから。そうだから、なんかでよく食べるなって思ったら、全くなんかね、食べたいんだよ。食べ過ぎ？お前の生理情報いらない？でも生理前って食べてもあんま太んないらしいよ。で、ちょっと小麦粉の粉を落としたら、こっちで煮込ませる。残りの汁でラーメン、これ絶対うまい。そう、麺大好きなの、麺大好きなの。でももう買っちゃいけない。もう2日でしょ、8日に旅立つから処分しないといけないんだよね。で、私もう絶対スーパー行かない。空っぽにする冷蔵庫を。
エンディさんじゃないよね。なんかエンディさん昨日病んでたよ。どうしたんだろう。邪魔。あれ、トースターどこへ。あ、福羽の写真撮ってない。でもね、撮ったみたいだよ。暑いなこれ。暑。分かった。韓国企業はこの イベントのお金しか使わない。イベントで稼いだお金しか使わない。韓国は通訳なんていらないよ。だってあの喋れる人が多い。むしろ大手の病院は喋れる人ばっかり。え、わかんない？むちゃ美顔器用だからかな。むちゃめっちゃうまい。普通にラーメン屋みたいにうまい。俺っちが作ったスープ。なんかいるけど。あのチーユとか入れてるからごま油入れたら重たくなる。醤油、普通に醤油ラーメン。あ、でも醤油豚骨っぽいかも。32ナイスお願いします。300ナイスまで。え、前ラーメンが大好き。パスタそんな興味ない本当は。めいちゃん、はい、おはよう。目玉にメニューはもったいねえよな。あ、そう、日本人料金はある。あの、私これ韓国人料金にしてくれないかなって思って、
あのハングルで調べたりもしたの、病院の。そのそしたら値段が違くって、それ提示したけど、いやあの日本人はこの値段なので、なんか言い訳つけられるよ。いやこの日本人価格にはこういうオプションもついてるからこの値段だしとかね、あのバレてもね貫き通される。ありがとう。あ、ひーちゃんもありがとう。シミやめた方がいいんでしょ、まだ。私 やりたいけどやらないよ。だって紫外線が強い時はやっちゃいけない。ラーメン、まっちゃんありがとう。めいちゃんもどうありがとうございます。れんちゃんね、同じ人かなと思った。ありがとうございます、助かります。同じタイミングでパチコミありがとう。ラーメンおいしい。めいちゃんもありがとう。てか水炊きの締めがうまい。うん、脱毛はいいよ。ただレーザーはあの肌の表面を削るっていうことは裸な状態になるわけだから、これブラジャーを脱ぐことになるの、わかる？あれおかしいな。だからブラジャーを脱いだらもう全部晒しちゃうってこと。守ってるわけよ、このブラジャーが。だからブラジャーがつい、はい、ナイスしたぜ。あ、マッチョありがとうございます。5個投げ。ああ、ありがとう。え、でも本当にそう。だからブラが守ってるんだけど、ブラを取るってこと、レーザーって。だから、取った後は、その、日焼け止めもね、1ヶ月は塗らないといけないけど、真夏で 100% 日焼け止めが濡れ、汗で取れちゃったりとかさ、うちのおかんは真夏にシミ取りして結局日焼け止め適当にしてたらレーザーした時よりもシミだらけになっちゃったよ。うん、韓国語は話せなくても大丈夫だから、大手なところは日本語喋れるから大丈夫だ。あの通訳者が完備してたりとかてか大丈夫。うん、あのお鍋の締めでラーメン、なんかこちら、なんかさ、なんで太らないのとか言われてるけど、私あの着々と太ってんだけど、多分見すぎて気づいてないんじゃない？太ってるよ普通に。本当に入ってるんだろうとか言うけど、私実際太ってる。じゃあ体重増えてるよ。
体重測ってみるじゃん。ちなみに今月の頭は41キロスタートだったっけ。ね、41キロスタートだったっけ。こっからどんだけ取ってるか。スープ飲んだら太あれだから、じゃあ今測ってみるか。あー、ありがとう。最近おすすめの映画かなんかドラマありますか。ありがとうゾウさん。韓国のやつなんだっけ、ネトフリオリジナル、ネトフリ入ってるかどうかでこれ絶対見てほしいとか言える。ネトフリ入ってるかな、どうなの、それによる。いや、グローリーじゃなくてあの、ネトフリオリジナルのさ映画。ちょくちょくと太ってよ。じゃあじゃあ皆さん何キロでしょうか。まあこれスウェットとか 0.5 マイナスって考えてもいいや。これスウェットなんか 0.5 お前じゃない、お前じゃないんだよ、お前ではない。おい、ちょ、邪魔。私多分今46だと思う。46だと思う。ちょっと本当に邪魔。ちょ、邪魔。お。おい。エラー。何これ、初めてなんだけど、これどういうこと、どういう意味。電池がない。ね、太ってるんだよ着々と。多分みんなずっと前のこと見てるからガリガリっていう印象があるからさ、もうガリガリではないよ確実に。だけどまあこれちょっとこれで 0.5 だとして、まあ、45.5 とか 45.5プラス、まあ今食べてるからな。うん。まあ別に太ってないけど、眉にしてはすごい方なんだよってこと。水道水
沸騰してるしよくない？配信のピークは50キロだけど、配信外は60キロとかね。ナイスありがとう。60キロは失恋。私その恋愛系でね痩せちゃうんだよ。なんか病むと痩せちゃうかみたいな。病むと痩せる。今回の子供の件とかさ、犬の件とか、そういうので、いや人によるんじゃない。ストレスで食べちゃうのか、私は喉に通らない食べ物が。人によるね、うん、糖尿病の打ってた。あれあれは なんかあの一般人でも買えるやつね。そうだね。なんかぶっちゃけどうなんだろう。ガリガリでも本当に顔がぷっくりしてきたんだよね。してきたんだよね、うん、ねあと18ナイスお願いします。18ナイス。あとね、ヨシさんと差を広げたい。どうしてもヨシさんと広げたい。余裕ある方いませんか。400ナイスでアメシャン、アメシャン。やっぱ何かをしないといけないよな。ネトフリオリジナル、これ毎回何回も何回もみんなに押してるけど、なんだっけな。ザ・コール、ネットフリーオリジナル、これ面白いから見て、あの暇な方、うん、面白くなかった274号さん。私これがマジで今年1位面白かったなって。あとこれも面白かった。それもネットフリーオリジナルなんだけど、なんだっけな、あ、それは洋画なんだけど、なんだっけな、ちょっと待ってね、それも見てほしいわ。
死に合いや死に合いや死に合いやってやつ。死に合いやネットフリオリジナル。死に合いやシニアで出てくると思う。ネットフリシニアで。もうほんと最悪。深夜中じゃない。ちょっとさ、もうほんと最悪。配信取り直そうかな。ちょっと。なんで配信始まると折り返してくんだろう。ね、ちょ姉からね、姉から電話来てるから、なんか配信で電話するのもなんかあれだから、そうさっき出なかったからさつけたんだよ。ありがとう。10個来た。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとミュートにしていいじゃん。電話中だ。電話中。わかんない、電話出ないんだよね。どうなったの？あ、じゃあ別に児相の方にいるってこと？うん、だから児相が今親になってて一時預かりとかは。